天気のとっても良いある日、アンパンマンは電車に乗ってお出かけをしていました。うわーい、電車かっこいい。アンパンマン、声が大きくてみんなびっくりしてますよ。ほら、暇だな、お菓子でも食べよ。すごい匂いです。電車中ポテチの匂いで気持ち悪くなってきましたよ。ほら、あ、ママから電話だ。ママ、今電車の中だよ。最高に楽しいよ。車内で通話は禁止ですよ。今度はこの席に座ろ。ああ、ここは優先席ですよ。怪我してる子が座れなくて困ってるじゃないですか。もう怒りましたよ。こんな悪い子は私がお仕置きしちゃいます。ほら、うわー、骨骨になっちゃった。電車はみんなが使う乗り物です。マナーを守って静かに乗りましょうね。ほら、動画は楽しかったかな？